Thank you.
ートビートデータデータ木がない E フラ E フラ、うん、E フラブルース E フラのあれなんちゅうんですか、ね、E フラのブルースよブルースだと思うその16小節16小節がいやらしいいやらしかったいやらしかったです。スリーコードじゃないですよね。いや、スリーコードスリーコード本当ちょっと E フラでって E フラピアノのあれですね。ちょっとやってみてください。一番苦手。苦手。一番。ちょっと苦手。苦手。
やっぱ体に入らん全然体に入ってこない。ちょっと不自然ですよね。不自然だよね。全然入ってこないただ風邪てるだけなんでなんか自然とそこにこう無意識に行く行き来なんだよ。秋江さん一番得意なリズムっていうのは意識せんとそこに行き来なんですから。うわぁ、そうですね。ラテンとかできんとかフュージョンばっかりやってる。あ、フュージョンただ、あれだカメレオンとかだったら分かります。あ、なんとか。あの、カメレオン、BフラットとEフラットで。
G から始まったエビ。あ、そうか。
ありがとうございます。はい、面白かったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。住人さんとか完全に忘れてる。もう忘れてる。覚えてる。ダメだ。完全に忘れてますね。本当これ多分バンドじゃないとしない曲じゃないですか。ね。入れてもらえる。家では練習。朝もな。いいね。レディースインメルセデス。ああ、昔しよったんですね。しよったけど、わあ、さしよったね。あれピアニストの曲やったね、確か。違う。違う。あのベーシスト。ベーシストの曲か、ごめん。スティーブスワローの曲です。あの、すげえポールブレイの旦那さん、カラブレイか。ああ。昔しよったね。しよったけど忘れてます。いろいろ発展させるわけですよ。発展、発展、ずっと発展していくわけですよ。そうだよね。ずっと言う。
B か、マイルス。コルトレーンけど、マイルスも多分ね、あれ作っとっとコルトレーンじゃなかったよね、あの人ね。跳躍するとダイヤだって、サックスのコルトレーンじゃなくドルフィン、ドルフィン、メロディーのドルフィンっぽなんかメロディーのドルフィンっぽかなコルトレーンっぽくなかったよ、なんか完全にエリック・ドルフィンっぽかった下書きをいっぱい当たってね、技量が落ち着かないねおとかい6やってね、タバコさん来てくれるし、タバコはブラウンの人たち、ゆめちくんも来る、うん、だいぶちくんも来るってやっぱり、一味もうまた上のもうベーシストはドラムが上手かった、ええ、ドラムベーシストですか、おとかいなかなかそっかないですか、だってもうミイラ君がこれも